せないです。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。いただきます。おいしい。こんばんは。最高。口の中割れてるやつから食べる。いただきます。最高。なんか外から聞こえる。いただきます。なんかアイスの好きな味さ、一周回らん。チョコ好きな時期とバニラ好きな時期とイチゴ好きな時期。冷た。わかる。一周回ってバニラに戻ってきた。やっぱ安定はバニラ。うん。間違いないもんね。あ。あ。落とした。向こうから。ハムって聞こえる。出た。ザワチのエピソードそれ。うん。ザワチ明日誕生日なので、そうなんです、今日集まっております。嬉しいです、集まってくれました。3人が集まって、怖っ。誰か見えとる。優しい優しい。なかちゃんつって七色。じゃあね、うん、バイバイ。これはきなこ、きなこ初めて見た、ね、期間限定らしい。ケーキ、バタークリームケーキ、絶対に美味しいね。最高やん。黄色はこれ、ザワちゃんはバニラ。バナ、うん、バニラ大好き。でもななちゃんと黄色のことの方がもっと大好き。もうもうもぐもぐ。なんか聞いてください皆さん、ザワチってなんかね、うん、食べるときに効果音が出る、うん、じゃあつけてるんです、わざと。うん、そう、二人といるときはちょっと場を和ませたくて。そうなんや。でも自然に出とるくない。確かにわかる。なんか横でナチュラルに、そうそうそう、ハムって言う、びっくり、うん、ハムがめっちゃうまい。あともぐもぐも上手だと思う。もぐもぐ言う人、初めて、うん、私も初めて。自分が初めて。もぐもぐってもぐもぐ言ったらもぐもぐできんくない？え、もぐなんか噛み締めるように言ったらいける。もぐもぐ、ね、上手。うま、見せたいみんなに、うん、とっても見せたい、うん、ハム、ハム、ハーン、あざといね。いいね。真似です。うん、ガチの真似です。あ、また夏のアイテムが増えてる、うん、ありがとうございます。今日のパジャドラのじゃない、ここ店、ここ店の MC のお題が夏にやりたいことだったんですけど、何、夏にやりたいこと。夏ま、花火大会行きたい。うん、花火大会に行きたいんですよね。確かに行けない、どこも行けない。最近よくさ、花火大会とか会ってるみたいだけど、うんうんうん、ね、来てみたいな、ね。おいしい。おいしい。なんて言ったと、ザワチ。ナヒはスイカ割りをしてお、したいけど、うん、あの棒を折らないようにしたい。ねねさん、うん、でもそしたらねねさんが棒、なんか私が使った棒貸してあげるね。ねねさん、そう、だから借ります。足りる、うん、私は壁写真の前らへんからロビーにかけてね、うん、あのそう、竹をつないで、あ、流しそうな、うん、最高、それは最高、やりたい、ね、いいやん、やばい、ね、そば流しじゃなくていいぞ。なんかほら、ほら、あ、ピナさん、うん、トートチャンネルの、うん、キセイハウスの、ロッキーハウスの動画で
なんかみんなの答え、以心伝心みたいな感じのやつね、うん、答え合わせようみたいなやつで、うん、なんか、うん、そのお題のね、に対しての答えで、ピナさんがそば流しってやつで、うん、初めてそこで聞いた、そのワード聞いて、うん、で、そしたらドッキリだったっていう、そう、え、見てそのニュース、ニュース番組怖っねえ、にゃーすごい、すごいすごい、なんかまた台風が来てるみたいですが大丈夫かな、うん、すごなんか昨日もかき氷食べながら、うん、配信して、で今日はアイス、え、マジ最高やん、そんなの、で昨日から連日食べてる、食べるの早くないって言われた、めっちゃ早いんですよね私マジで、なんか誰も誰からも取られないのに、うん、取られるって思って、なんか勝手に思っちゃって、早く食べちゃう、なるほど、なるほど、わお、うん、やったー、ありがとう、ポッキーもらっちゃった、ポッキー届いた、美味しいよね、食べるときは、うん、この本数分だけ、うん、あの伊沢美優ちゃんの好きなところを発表していてください、出た、怖い楽しみにしてる、楽しみにしてるんですけど何かしら食べながら配信してしまう、うん、昨日も食べた、昨日じゃない、いつだったっけ、にわかせんぺい、にわかせんぺいって何っけ、にわかせんぺいよね、うん、を食べながらした、うん、最高や、うん、うん、うん、冷たい、昨日か、うん、もう記憶が曖昧、わかる、ちょっともらって、うん、ティッシュもね、いいよ、大丈夫、うん、私のティッシュチョコがいっぱいついた、やべ、なんか持って配信しよう、いい、一冊テレポ、昨日ね、3人一緒にね、出たよね、そうね、そう、久しぶりの、確かに久しぶりだった、うん、パシャドラ自体久しぶりな気がする、うんうんうん、確かに、もう食べ終わっちゃった、もう私もなくなっちゃった、もうあっという間、今日いっぱいお菓子、あ、ごめん、いっぱいお菓子ある、ラッピさんからの差し入れ、キャー、おじさんだ、これちょっとなんか買ってみたやつ、焼き芋クッキー、最高やん、これ食べてみます、美味しそうな匂いがしてた、リップ落ちないね、え、めっちゃ落ちてる、リップ私に塗り直そうと思ったんだけど事務所に置いてきちゃって、メイク落ち、2人ともリップ持ってたら全然可愛い、ちんちゃん、ありがとう、あ、すごい、おかき、あ、それやった、あれなんだ、すごい美味しそう、めっちゃ美味しそう、いい匂い、やばい、これ、匂いがすごいよ、早く匂い届いてほしい、こっちまで、うん、うん、もう美味しい、なんかそう、理科の実験こう、すごい手で会おう、懐かしい、こんばんは、そう、私手持ちで配信するの、いつも？うん、ああ。公演後のアイス最高です。本当に最高。うん、ね、本当最高。明日は昼公演です。冷たいもの食べたくなっちゃうよね。うん。待って、やばい、うまっ。今びっくり。食べて。
え、いいっすか。今多分顔やばかったと思うマジでびっくり。いただきますね。ちょっと食べて。え、食べたい。感動した、今。いただきます。うまびっくり。え、うまねえ、なんかうまえってなる。おいしい。何これ。おいしい。焼き、え、待って、焼き豆腐に。北海道の。おいしい。ナッピさんが、うん、めっちゃおいしい。ナッピさんにいただきました。北海道の、おいしい。すごいやばい。札幌おかき、最高。変な顔してごめんなさい、美味しいのに。わかる、なんかさ、美味しい時さ、なんか怒った顔みたいな、うん、なんか、はぁ、はぁってなる。わかるわかる。本当に美味しい。また何かあげる。やばい、音でバレるよ。音でバレるよ。ゴーゴーゴー出た。通りもん大好き。ザブ音かき消さんよ。うわ、何のお菓子でしょう。あ、お菓子って言っちゃった。お菓子バレたね。いただきます。明日行きます。お、待ってる。目撃者公演です。うん、柚子胡椒さん、ありがとう。ありがとう。別に何を話すわけでもなく、面白い配信。お菓子パーティー始まってる。ほんでも3人でこうやって集まるの久しぶりじゃない。確かに。だからもうね、テンション上がってるみんな。正直結構楽しみにしてた。わかる。明日のパジャドラ行くよ。明後日か。明日は私は目撃者です。明後日がパジャドラ。ありがとうございます。あ、怪我せん。怪我、今のところ大丈夫です。元気。今のところめっちゃ元気です。どうなるんやろ。おいっ子ちゃんと一緒に見に行く。わー、楽しみ。いっぱいペンライト振ってください。お疲れ様。ありがとうございます。こんばんは。僕一緒に美味しくて嬉しい。待ってますね。これからの夏休みか、みんな結構いるので、明日用にボード制作して。嬉しい、やった。どんな感じか楽しみにしてます。そう、元気です。なんか公演の時はマッサージしてくれる方がいるんですけど、うん、めっちゃやってもらいました、うん、ゴリゴリと本当に。めっちゃ楽になるよね。うん、わかる。だいぶ そっか、みんな最近はお休みなんですかね、うん、なるほど。だからか、うん、ね、みんないっぱい劇場に来てくださってる気がする。確かに、うんうん、なんか夏休みだからさ、うんうん、そういうおいっ子ちゃんと一緒に来ますみたいな、うんうんうん、いいよね。いっぱいいらっしゃって、わかる。なんか平日、うん、今日もちっちゃい子行って、うん、うんうん、かわいいか、うん、平日だからね、うん、でもお仕事の方もいる。頑張ってください。頑張れ。えらい。よしよし。おー、よしよし。ん難しい。あ、ほんと。あ、そうだ、私あさってでね、アンダーデビューで1年になる。すごっ。アンダーデビューか。そう、初めてリセット公演。え、アンダーデビューいつやろう。でもさ、すぐだったくない？リセット公演、うん、リセット。そうなんや。レモンは一緒やもんね。そうね、劇場デビューが一緒。ザーチはさ、ちょっと早かったよね。私は錬金で、バックダンサーで初めてデビューしたから。でもそういうのがちょうど1年前やん、大体役、うん、みんな。え、なんかさ、そう考えるとさ、あんまりさ、1年前感なくない、うん、なんか、うん、なんか、不思議な感じするよね。かるかる。ひろちゃんおめでとうって言って。え、ありがとうございます。食い気味。ありがとうございますね。そう、もう1周年おめでとう。ありがとうございます。夏休みないのって。
夏休みかないね。確かに、うん、言われてみればね。でもさ本当にさ、なんか長いけどさあっという間じゃない？1年うん早かった、ね、だってもう2年目なんだよ。すごいよ、ね、信じられないよね。2年目になる、もう3年くらい見てる気がするって。でもなんかさ体感的にはそれぐらいの感じぐらいたくさんなんかいろんなことやってもらう、うんうん、濃密な1年、うん、痛っ痛そう。めっちゃ今の音痛そう。角で、うん、肘、ね、やっちまったね。やっちまったね。やっちまったよ。何？何？ヒーローの時のキスソンの掛け声のはヒロシになるねだって。ねえ。でも多分みんなさ分からん人はさ、うん、ヒロシ、ヒロシどこどこみたいな、どのヒロシってなりそう、でいるのみたいななりそう。だから今日だけね、痛いの飛んでけだって、優しい飛んでいきました。今日も触覚かわいい、そうなんか触覚褒めてくれる人が。9月22アンダーデビューありがとうございます。来月か、成長度はめっちゃ6期生の成長度はめっちゃ早いと思います。現状もっと活躍が求められた、うん、確かに早い、嬉しい。だってさコンサートもいっぱい頑張りたいと思います。たくさん出させてもらったし、うん、ね、ね、本当にそう、ね、嬉しい。だってさお披露目の時はさ、うん、そうやってお披露目で披露する曲を何曲かだけ披露して参加するって感じだったよ、うんうんうん、その時にはさなんかフルでさちゃんとコンサートを、うんにさ出る、うん、でさなんかめっちゃすごい、うん、すごくて、なんかわかる、うん、今はそれで出させてもらってるのは不思議な感じがする、うん、フルでね、うん、前回とかさ、うん、結構みんな、うん、いっぱい曲数あってさ、うん、確かにっ、ね、みんなバタバタしとった、うんうん、ずっとねめっちゃ走った、うん、みんな裏で、うんうんうん、なんかあんまその同期と写真撮ってない。確かに確かに言われてみないね。確かに確かに、なんかちょうどその時間帯行ったりあって、うん、ちょうどその子も着替え終わってて、うんうん、なんか 全条件が合わさったこと写真撮るって感じだった、うんうんうん、それで言うとさ6期生18人とかいるからさ、うんうん、なんかいいよね。確かに、なんか確かに誰かしらね、うん、条件あるよ確かに、うん、夏が来たら本当ジェンダーの卒業本も出した。それはそう、うん、なんかこの時期だなってなりますね。めっちゃまたこれからもう決まっとるのって、うん、いっぱいコンサートが、そうね、うん、数年も含めてあるから すごく楽しみです、ね、劇場で6期生は劇場で周年のイベントするの初めて、初めて、そう、周年公演だからどんな感じになるの、うん、楽しみ。トウモロコシが入ってますこのおかき、うん、たくさん楽しみましょう。当たれ当たれ当たってください。うん、あきこ申し込んだよ、もう始まってるか、うんうん、先行、うん、ぜひ皆さん、そう、ね、来てほしいです、ね、遊びに来て。うん、屋台のコーン美味しいよね、トウモロコシ。え、屋台でさ、でもそうよね、あるよね、屋台、うん、食べたことないかも。そう、焼きトウモロコシみたいな食べたことないかも。今めっちゃ美味しい。え、美味しそう、うん、お祭り行きたい、行きたい、かき氷食べたいな、めっちゃ好きやな。そうえ、そのかき、昨日食べたのは何のかき氷？普通にあのカップに入ってる、あの買った
あうんうんうん、コンビニとかの。そう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 、うんうん、でも前はそう今年になって初めてね家であの機械で作った。やった、うわめっちゃいいね。ガガガガっていいな。ジャリジャリのふわふわも好きやけど、ジャリジャリのかき氷も結構大好き。ヒーロちゃんのラジオにナナちゃん出てほしかったな。あ本当に私もそれは思いますね。出たかったんですけどね、なんか最後までそのお話はいただけず、確かにね終わっちゃった、ね、でもまあいつかちょっとまた ね, かも, ねもしかしたらね復活した時は、ね、私も出たいと思います。そうね、みんなさん、ロッキーの子たちみんなあれ聞いてくれてたみたいやってなんかさ、しみさんとかさ、うん、メッセージ送ってた。え、みんなさ、送っとったよね。本当に面白い。奈々香が一番最初に送ってきたよね、うん、あ、そうなの。そう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 、何回か送って、うん、読んでいただけてすごく嬉しかったです。本当に DJ なんだから一番、うん、めっちゃ期待できる、めっちゃ匂わせたみたいな感じちゃんと怖い怖いちょっと映そうかな。ちょっと映したいんですけど。ちょっと映そうか。怖い。じゃあ今皆さんインスタ見て発表しますね私が。そして今何も言わずに急にブリッジブリッジで始めて怖かった。なんか十六歳最後だからね。そうね。今のうちにね。ひとかんと。やっぱ十六歳最後っていうのをいっぱい作ってかない。じゃあ次の技お願いします。わかりました。次の技をね、16歳最後の何をしますか。うーん、そうですね、うん、あ、ちょっと小道具が必要。小道具小道具やばい、面白い本当面白い。16歳最後のブリッジ準備をしております。概念なかったわ、ね、うん、そうやろう、うん、二十歳になる前しなきゃかなこれするよ。ヒーローの誕生日もみんなで集まろうね、うん、え、ガチっすか。で、あの19歳最後をやってもらいます。あ、わ、最高。そういう回にしようとしてるね。何してんの本当にそう本当にそう本当に。はい、良いですか準備は。え、何がですか。え、え、すっとぼけだ、すっとぼけ。小道具使って今からね、16歳最後のね技を。あれ、あれ記憶飛んでる、記憶飛んだ、記憶飛んでます。何何、16歳最後のすっとぼけ。え、なんで。やばい、16歳最後のすっとぼけ。あ、なるほどね、そういうことか。あ、ごめん、気づかんくて申し訳ない。気づいて、コメントの方がねくれたから。こういうことをいつもやってるみんな。ちょっと待って、ちょっと本当にもう16歳最後ね、それ最後ね、分かった、言わんどくね一応。言わんどくね。インドネシアから来たんです。おお、インドネシア語でこんにちはって何だから、なんだろう、ハロー。そうね、全国共通で。カラーズで着てた服って返却、あ、もらいました、いただきました。ブーツとスカートいただきました、あのスカート本当に皆さん可愛いからね、ちょっと、手に入れてほしい、ゲットしてほしい。めっちゃ似合ってた、ね、女の子、うん、可愛かった。え、なんかハイ、めっちゃハイウエストで、うん、あ、出とるんや。本当だ、本当だ。え、ちょっと、ちょっと。何？なんかガーチがずっとさ、シーン、そう、シーンの画面外でおもろいみたいな、カラズの衣装がね、シーンさんの提供のやつだったから、みんなシーンの洋服を着てて、私スカートを履いてたんですけど、何でもやっていいと思ってるっぽい。ちょっと待って、もう見えた、見えた、うん、え、なに
音は流さないでね、うん、流さない終わっちゃうかもしれない。確かに出てこなかった。私のそれ、そうミラーボールタイムが最近よく流れてます。私が入ったら捕まるから大丈夫。大丈夫だよね、ハイウエストのハイウエスト中のハイウエストでめっちゃ足長効果が期待されますねね、ザーチん16歳最後のダジャレお願いします。え、同じこと来た。え、すごい。見して、どの方、うん、え、違う人だ。え16歳最後のダジャレに期待して。え、食べていいよ。え、ポテト、これポテトではないかも。あ、ポテト、つつまもつスイートポテトだから、あ、うん、甘いやつ。ポテト。何そのダンス。何それ、何それ。ポテト。何これ、ってこと。怖い、みんな怖い。どうしたらいいの。さつまいもダンス。食べていいよ。あ、本当、ありがとう。した大丈夫は、あのポテトがポテトでした。あ、やばい、最悪最悪、あ、もう最悪私が滑ったことになってるやん。何言ってるの、最悪な、本当に。あ、でも今ダジャレ言ったからミラーボール回りもっと言ってってことじゃない。しかも結構長め、長めやね恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、恥ずかしい、もうへんよ。この集まりカオスすぎる、だってそう、本当にね、そう、え、そう、ひろし滑んなやってひろしいじりがすごいよ、みんな。もう今日で終わりね、それ。え、それは無理かも。みんな大爆笑してて、定着するんやけど、そういうのでも普通に呼ぶかも、これから。あ、呼ぶな、ヒーローじゃなくて、ヒロシーって言うかも。女子会に参加させていただいてる気分だって。あ、さっきさ、同じようなのあった、うん、女子会みたいって。女子会お菓子パーティー。でもなんかいつもの感じな会話な感じな感じ。なんかみんな結構ゲラゲラ笑う、うん、ちょっとうるさいかも。そうそう、すいません、うん、え、ひろしのうちは作らんといかんってちょっと、まあ嬉しいんですけどね、うちは作ってもらえることは。確かに、え、笑っちゃいそう、普通に。なんか本当にひろしがさ、それを、うん、ひろしさんがそれを見てどうなるんだよ確かに違うってなっちゃう。いるのみたいなやつで、ね、そう、ずっとね、ずっとくるの恥ずかしくてさ、触れられなかったんやけど黄色の配信見たらずっとミラーボール回すのってびっくり。そう、多分あれダジャレがしらけたけん、うん、勇気出してっていう感じかも。ドンマイミラーボールやね。最悪なんですけどそんな名付けないでもらう。ドンミですはい、回してください、私もで、また回ったし、もうちょ次は私に勇気をくれてるこの方、ありがとうございます。今なんて言ったの？ん？何だよ、さっき。なんだ、誰？聞いてなかった怖っ、うん、2回目、うん、いや言わせようとして聞いてなかった。え、じゃあ声食べてたからこのバリーで聞こえなかったの。でも笑ってたからそれ一緒に笑ってたやばいって、合わせて笑ったわけで。でもそんなあの、うわ、来ました、ドンミ、キャー、ありがとう。ほら、ナナ君がかわいそうと思ってね、優しい、勇気出る、ありがとう。なかったことにされる。ドンマイミラーボールやばいな、なんかすぐ略しちゃう、うん、ほんと、なんかって全部略してるイメージすぐ略しちゃうんだよね ありがとう、ミラーボール、ドレイクさん、ヨウちゃんさん、ありがとうね。
今は何時ですか？わ、また違う、ささ、ありがとう、元気出たよ、もうありがとうございます。そんなに40分今。あ、ありがとう。なんさっきも略したの何だっけ。あ、ラブラブティ、ラブラブ、さっきザワチのショールームでザワチからね、ラブラブなエピソードを、そう、うん、え、すごいマイクだ、話せって言われて、うん、それもナナからラブエピなんかね、略したくなる、うん、この言葉たち。そういう年頃、そういう年頃、年頃です。ヒロゴンさん、いっぱいおまとありがとう。おお、びっくりした、ヒロシって言われることちょっと反応してくれました。ヒロゴンさん、もう勝手に反応せんで、作っちゃったよ、ヒロシ。ヒーローバージョンのパネルでアットマ、あ、わかった、ヒーローのファン、うん、ヒーローのファンの方は、うん、自分の名前、アットマークヒロシでお願いします。やばファンネームみたいな、恥ずかしい、ファンネームヒロシ、アットマークひろしで。ダメよ。不採用だわ。でもさ、うちはでもさ、うん、の文字のあれによるくない？ひらがなやったらさ、うん、もうひろしさんになるけど、うん、ひろ、しのとこだけ、うん、漢字、うん、とかやったらまだね、ヒーロー、ヒーローってわかるけどね、うん、確かに。だから全部ひらがなやるとさ、もうただの本当に誰ってなる、本当にひろしさんがステージに立ってるのかなってみんなざわざわしちゃう。じゃあランキング読もうかな。そうそう、ヒーローね、私の名前はヒーローです。私の名前はヒーロー、今せ洗脳中。じゃあ私も読もう、一緒に読もう、13位から、ね、一緒に読もう。13位誰誰誰誰。あ、そういうことね、なんかせーのは聞き取れんやろ。じゃあ13位、ヒュルケンさん、しょうまさん、12位、にょろちゃんさん、るんるんさん、11位、うっちーさん、ひろごんさん、10位、太陽さん、みよっちさん、9位、たけさん、ぎんちのけんさん、8位、あさごはんさん、ドレイクさん、7位、あきあきさん、むフィットさん、6位、ゆうつなばらさん、ローリーさん、5位、茶沢通りの魔術師さん、ちぐまささん、4位、ビーバーさん、金子さん、3位、ガッチョさん、ようちゃんさん、2位、ともちゃんさん、レナメロちゃん、1位は龍大さんです、ゆずこしょうさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。急な配信でこんなわちゃわちゃしていっぱい喋っちゃってごめんなさい。本当にいいです。女子会見て女子会を覗き見というタイトルです、うん、今回です。最高、みんなありがとうね、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、じゃあね、さよなら。ヒーローこっち一回も来てないくない？あ、そっか、じゃあ私はこちらは終わりますね。ではまた明日公演がみんな3人もあるので、うん、はい、ぜひ一緒に楽しみましょう。楽しみましょう。さよなら、バイバイ、おやすみなさい。おやすみね。じゃあそれではザワちゃんとヒロシもお疲れ様、うん、もうこの英語のヒロシはもうヒロシさんだよ。もうデフォルト。明日も楽しもうね。バイバイ、バイバイ、切ります。こっちか、ありがとう、またね、おやすみなさい。